こんにちは、フレアートでのべらちゃんです。このチャンネルへようこそ。今日の企画動画でですね、日本に来て初めて自分で髪の毛を染めること。前ね、多分1回か2回誰か手伝ってもらったし、大体ね、私はねヘアサロンとかねに行ったりとかね、けど今回はね試してみようと思ってやります。ということで、まあちょっとなんかテストもやりましたから、まあじゃあこれでやりましょうか。じゃあ1キャップを取ってこれを入れます。めっちゃ簡単、超簡単じゃん。5回、1、2、3、4、5、1、 OK。 そしたらこれね外して入れる。でも完成。そしたら、まあ、これね、これを使います。これね、これやります。ちょっと怖い。なぜなら、なんかもしかしたら失敗するかも。まあ失敗したら、待ってやればいいよね。 OK、 いきます。おー、いいね。なんか、あといい匂いがする。めっちゃ便利。こんな感じで合ってるのかな。あ、今ね、匂いが強い。疲れた。アイスクリーム。OK、じゃあ20分を待ちましょう。これね、こんな感じになりました。綺麗だね。色が好きだし、ただここにね、もうちょっとブラック。皆さんどう思いますか？いいね、好きです。好き、嬉しい、超嬉しいです。ということで、この動画いいなと思ったら、コメントとか何かがあれば、アドバイスとかね、もう何でもいいから、コメント欄に置いてください。じゃあまた次の動画でね。アディオスアミゴス。